ホカスの、記念柱ホカスの、記念柱、イ、ラコロンナ・ディ・フォーチャ、A、ザ・コラム・オブ・ホカスは、西暦601年8月1日、東ローマ帝国皇帝フォカスを称えて、ローマ中心部、ホロロマーノのロストラの前に建立され、ホカスに建能、または、再建能された石柱である。この記念柱は、古代にあって、ホロロマーノに加えられた最後の建造物である。 白大遺跡で作られた立方体の台地の上に縦溝の掘られたコリント式の円柱が13.6メートルの高さでそびえ立っている。石柱は2世紀頃に製作されたものの転用と考えられる。レンガでできた四角形の基礎は以前は地面の下に渦漏れて見えていなかったものである。十九世紀に至ってアウグストゥステーが最初に敷設した舗装路面まで 蓄積した土砂などが、ホロロマーノから除去された結果、本来の姿が現れた。ホロロマーノ、赤印がフォカスの、記念柱の一途中、柱の下側の建物が、ユリアの走りかこの記念柱が建てられた、正確な時期はわかっていない。皇帝、フォカスは、パンテオンを、教皇ボニファティウス4世に寄進した。そして教皇はこれを、 聖母マリアとすべての殉教者に再寄進し、聖マリアと殉教聖人の教会を建道した。中東の上には金箔で輝くフォーカスの立像が置かれていた。これは東ローマ帝国のラベンナ総督、スマグラデスが置いたものだったが、そこに立っていたのはわずかの期間だったと思われる。王子の姿を残し、ソビエルフォカスの記念柱西暦610年10月。 定位の三奪者であったフォーカスは、暴虐な行いを繰り返したために判乱に遭い、カルタゴ総督の息子、ヘラクレオスによって玉座を追われた。首をはねられた後、彼の体が切り刻まれ、コンスタンティノポリスの支柱を引き回された。彼をかたどった像も、至るところで引き倒された。中東を飾る輝く立像は、時折そうであるとされているように、 強皇の社員の表明というよりもむしろ、ランボバルド人の圧力により急速に衰えていく、当時のローマの帝国の統治権の象徴であり、また追放の身から呼び戻され、ラベンナでの彼の地位を取り戻すという恩恵を受けた、スマグラデスによる個人的な感謝の表明であった。この円柱は、本来、ディオクレティアヌス帝に検定された像を支えるためのものだったが、以前にあった名は削り取られた。 ホカスの記念柱は遺跡の間の独立した位置にあり、その孤立した姿のためフォロロマーノの名跡とされ、よく景観画や版画の題材とされる。18世紀中頃、バージとピラネージがこの記念柱の版画や銅版画を制作した頃には、新色のため地表は上昇し、白い大石は完全に埋まっていた。ありがとうございます。